白川氏君は、日本の公家、家族、子者区。山城国京都で、右子の絵県中将、死刑王の長男として誕生。旧名、氏君王。華英2年3月29日に元服し、昇殿を許される。華英4年8月14日、神義博に就任。安政元年大寺唱室の際に心境を放仙し、公明天皇より称された。 同年12月18日自重を兼ね、安政4年5月15日右小野江県少々を兼ねた。現時元年8月29日右小野江県中上に進んだ。慶応4年1月17日人気事務課が設けられ、人気事務総督に就任。同年2月20日参与、人気事務局補となる。さらに、規定、人気事務局正しを務めた。 明治2年6月1日人義制度の改変により、人義博が廃止され、博王の称号も自然消滅した。同年7月8日人義大福に就任。以後、人義館出資、人義大商店、大商店、式部寮7等出資権大商店、式部寮御用係などを歴任し、宮中祭祀に携わり、1873年11月3日、 式無両御用係を免じられ退官した。1884年7月8日、死尺を除尺した。ありがとうございます。